最近好きな人はできましたかいや、最近好きな人はできないですね。最近好きな人は出ないんですけど、えっ、ー、と、僕ね、まずこれもね、言って、これ相談乗ってくんないマジで。ぶっちゃけ。ぶっちゃけていいやばいかな。まあいいよ、関係ないし。なんか、9月にね、僕ね、そもそもごめん、ペルーに行ったじゃないですか。先月ペルーに行ってね、えー、先月、先々月かな。まあペルーに行って、いろんなビジョンを見ましたよね、ビジョンを。本当にすごかったんだから。もうアメージングだから、もうやばいからね。はい。 アメージングだったでえちなみに今、なんかえ僕あの時動画でも言ってるんですけどミオを連れてこいって言われたのとイゴさんを連れてこいって本当にシャーマンに言われたんですよ、ビジョンで,で今、ミオが実際今行ってます、今そこの同じところにミオ、はい、が今行ってて2回ねその儀式を受けたらしいんだけどどうだったって聞いたらもうすごいって言うんで本当アメージングだみたいなこと言っててあやっぱみんなそう感じるんだなと思ってなんか嬉しくなったんですよね。うん その時に僕ビジョン見た時に、えー、当然いろんなビジョン見るんですよこうした方がいいああした方がい,いろんなものを見るんですけど9月にドイツのオクトーバーフェスっていうのがあるんですよ9月から10月にドイツでなんか世界中からビールが集まってビール飲みまくるみたいな楽しいイベントらしいんだけどそれにさ行けってビジョン見たんだよねそれに行けっていうビジョンを見たんですよ本当にでそう一緒に女の子と行けってビジョン見たんですよいつも俺本当にど旅行1人で行くんですよ人となんかどっか行くの嫌いなんで なんか、よくさ、コメントとかで女と行ってんじゃんとか来るけど、いや、行かねえしって話で、本当に一人で行くんですよ。でも、その時は、オクトーバーフェストは、あの、女の子と行けっていうビジョンが見えたんですよね。そう。ビジョンが見えたんですよ。でも、別にいないじゃん、旅行に行くような人。旅行に行くような人なんて別にいないし、友達、そんな友達いないんで、女の子の。え、だからどうすっかなと思って。 た,らまあ、たまたまね、ねあるねね、まあ、それも、ね、セクシー女優の女の子なんですけどある女の子で昔から結構知り合いで、まあ、こう気使わなくてよさそうな人がいるんですよでその人だったら、まあ、いいかなって思って行こうかなと思ったんですけどなんかじゃそれ YouTube 撮らないといけないじゃん YouTube 伸ばしていかないといけないんだからそうしたら、えー、編集の、ね、チームにさその女の子と言っていいですかって聞いたらダメってイメージって言うんです イメージってなんやねんって話じゃないですか。この時点でイメージないんで。はい。だからあえて言ってるんですけど。どうこの作戦。やばいかな。まあ、誰とは言わないけど。別にその友達では友達。あんま友達いないんだけど。美音は絶対行きたくないよ。美音だけは行きたくない。はい。いいよね。うん。イメージってなんやねんって話じ行ってそうじゃん、俺。でしょうん。まりなちゃんと行く。いや、まりなちゃん。ちょっとまりなちゃんに言ってみてはこうよって。まりなちゃんに行こうよって。まりなちゃん。 言ってくれたらまあマリナちゃんでもいいけど、まあ、どうせまたアリシャンブロック入るからアリシャン俺のこと好きなんだよな多分だからマリナとだけはいまだに近づかせてくれないですねはいサオリンとは近づかせてくれるのにマリナだけは近づかせてくれない、うん、サオリンとは結構話したことあるんだけどマリナと話そうとするとやっぱアリシャンが入ってくるのシュッサッュッてうんアリシャンブロックすごいんでちょっと難しいですねはい うんまあ、ミオは絶対行きたくないね別にミオがでも本当にすぐ今や、あのー、ビジョン見てるから美、ねはい、ミオあんま好きじゃないんだよね、ぶっちゃけ、うん、ミオはあんま好きじゃないんだ正直、はい、だから、すいません、まあ、そういうことなんで、まあ、そういうのも含めてぶっちゃけ誰もやってないじゃないですか、うん、でユーチューバーとかタレントがそういうことやったらさ分かるよ、ダメなのはでも俺だってユーチューバーでもタレントでもないしなんかただの経営者なのにだって経営者なんてそれぐらいやってるでしょ。<laughs> それをやんないのはさ、それをやんないでさ、偽善喋るのってなんか違くねって思って。だから、吹っ切れた方がいいねってことになったんですよ。だから明日そういう動画出します。はい。見てください。<laughs>